ラインターンシッププログラムです。はい、星野京子さん、いつもあの、貴重なデータをありがとうございます。ニュースを香取慎吾さんの1500万円の寄付っていうのもすごいですけれども、このインターンシップというのも小林さん、なかなか面白いですね、このパラスポーツの動きは。そうですね、あの着実にいろんな具体的な、ね、ことが行われて、はい、あの本当に、感謝というか敬意を感じます。はい、なるほどね。平尾さん、いかがですか。いや、素晴らしいなと思いますね。香取さん その寄付に関してずっとねサポートされてるっていうことですけども、はい、やっぱりこう以前確か玉木さんとお話ししてオリンピックの話の時に、いやもうオリンピックパラリンピック一緒にして、はい、で健常者部門っていうのを作って、そう一緒にやればいいっていうパラリンピックの方がオリンピックを飲み込めるんですよね。オリンピックはパラリンピックを飲み込むことはできないですけれどもね、パラリンピックの中でもそういう意味でもパラのその価値をどんどんこう、ね、はい、高めていけばいいと考えてる身としては非常になんかいい動きだなというふうに思ってあのニュース聞いてました。パラの価値もありますし、パラのパワーもありますということですね。ということで、船橋さん、後半に行きましょう。はい、以上今日のオペイドでした。